実際の重曹はこんなもんです。6ミリ、こんなもんしか空いてないので、はい、本当に傷口がどこにあるかはもう本当分かりません。 So this is the actual bullet、うん、なんか How do you say this is goes in but、うん、rifle, it's a rifle blade penetrating. Oh, the penetrated here, but it's only like a 6 milli. Yes. 難しいですね、うん、OK。これって標準数よりソルジャーされてるものなんですか。そうです、されてますね。2個はされて持ってみたいな。私もよく自衛隊って言えなかった時はお仕事なんですか、はい、ソルジャーです、はい、ここ撃たれちゃって、いやいやいやうわーとかって言ってるんでしょうね。先生、意外と静かです。ああ、はい、やってる。まだうるさい間は大丈夫です。そうそうそう、うるさいは大丈夫。あ、確かに。まずこれこうなってます。本体を掴み出すと。手掴みます。いや、じゃあそうするとその紐が引っ張って。紐が出ちゃうからダメなんだ。手をポケットに突っ込んで、あの本体をつまみ出す。はい。ちょっと患者さんちょっと待ってください。あ、おとなしくなってきた。やばいですよ。おとなしくなってきた。やばいですよ。あ、本当だ。お母さん。今もの掴んでもここのところをしっかり。はい、じゃあまず、あ、これ入ってるこの人。あ、りました先生。とりあえず中入れちゃう。いや、これ引っ張っちゃった。何がボールだと。実際はキャットのシーン。これくらいに必ずとどめておく。出ました、スポーン。いや、そんなすぐで持ち替えない。一回手にしたら絶対に離せない。で、端に使う、まっすぐ通す。はい、で、あ、本当に足の付け根くどです。はい。で、はい。締める、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 締める。もうこれでもかっていうぐらい締める。で、しっかり貼り合わせて。はい。で、次フィンガーチェック。そして、指は3本入らないこと。爪が痛そう、痛そう。そっちの方が痛そう。はい、うん、入らないですね。うん、ほぼほぼ入らないです。そしたら3タッチ。これが反対から3回触れるまで。いくよ。うん、えい。えい。えい。1。えい。えい。2。もう一回やめた方がいいね。まだそれ、まだそれ2回だから。うん、さっきも2回までしかできなかった。あ、やめました、やめました、死んじゃった。やばい。いや、やらないと死んじゃうんで、逆に。本番の時ある。はいはいはい、殺しましょう。うむ言わせて。待って、1回回さないですよ。これも2回だからね。うん。うん、はい。もう本当半回転するんだよね。はい。痛いということが分かりました。痛いということが分かりました。そのくらい痛いし、痛いといけない。では、次、いよいよ本番です。はい。キャットの C のとこまで、C のとこまで。さっきおっしゃってましたよね。C のとこまで。どうどう、あ、紐に書いてるこれ、あ、C のとこまでですね。貼り合わせる。貼り合わせました。そしたら、あとは、こう赤いやつをこう、本当は隠すようにこうやってしまうもんなんですけど、はい、ただ、そうすると、ポケットに入らないので、そうですね。まあ、要は、出てりゃいいです。この赤いやつが、はい、こういうデビオン、こうデビオンで出すときに、はい、引っ張るんじゃなくて本体掴むっていう癖だけつけとけば、引っ張るんじゃなくて本体は集まれば、うん、で右手取って手動かすの、持ち帰れないと思って、そうですね、はい、パズであると、はい、はい、今血を止めるぞ。まだ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 言うのがそんなに甘くない。はい、はい、じゃあそこに立ってください。はい、じゃあこれから本番です。ざっとちゃんと覚えていれば30秒以内にきちんとできるはず。目隠しをしてください。
はい。目隠しした状態でも30秒以内にできること。そこまでできないとできるなったと言わないので。目隠ししてこれをやるんですか？はい、さようでございます。今までの内容をしっかり身につけてて目隠しでも必ず坂東さんもこの試験でちゃんと合格してきたの。合格してきました。はい。よね。器用器用ですもん。はい。では用意スタート。ちょっと紹介を死ぬなよ。あなた死なないでください。ここで死なれたら困る。必ず本体のところを持つ。ウィンドラスのところ。ウィンドラス。ああ先生。間違ったもん。紐引っ張っちゃった。はい。はい。持つ。はい。そうするとクリップの反対側に必ず帯がありますか。あります。あった。はい。で手に通す。左手に通す。そう。で左手で探す。はいはい。そこがどうも怪我したらしいぞ。あ、ごめんなさい、痛いね。いやそれ、なぜそこまで難しい岩の道のようにし、足を上げたまま、手で上げたまま、ずっと通し。通しても通しちゃった。うん、はい、いいですよ。はい、多分もう30秒だと思う。あ、もう、かなり危ないことになる。スリーフィンガーチェックまで。いえ、まず止めて。張り合わせたから。はい。張り合わせて自分が大丈夫だと思ったら10フィンガーの状態になってください。あ、でもこれ先生ねそうだね、きつくしがなきゃいけませんね、はい、え我慢しろよ、はい、そう、我慢しろ、これを早くやると死んでしまうね。あ、あったかいな、はい、OK、 はい、じゃあ10フィンガー、10フィンガーですよ。10フィンガー、10フィンガーは両手を顔の両側まで上げて、手を上げて。私の手を上げるの？ホールドアップ、両手のホールドアップ。いや。で、指を広げる、10フィンガー。はは。見えるようにして、で、それから審判です。審判。はい、審判、ちゃんとできているかどうかを確認するので、はい。そのまま10フィンガーで、ね、10本の指がちゃんと見えるようにして、さらさら、手の上に上げて、で、審判。で、場所は大丈夫ですね。ここで合ってるね。はい。で、スリーフィンガーチェック。はい、で、まあいいやろ、ね。と、うん、いうことで合格。時間だけだ。ああ、わかりました、はい。ということです。ありがとうございます。でも最初、こう持つところで出すところでもアウトでしたよね。そうですね。全部引っ張っちゃったから、ね。うん、そう。右手にして、その左手でパーって何も考えずに。もう、こうなってたので。爪を切らなくなった。もう目をつぶった状態で、これは絶対通らないんですよ。ですよね。ですから、これは決して外してはいけない。本体を掴んで、やまってるか、言われたら単純練習ですね、先生。70回くらいでしょ。うん、あとちょっとタイマーあれして、まだ、はい、はい、ください。そしたらもう一回かけてください。また、うん、これかけます、うん、こう持ってシャープこうなって、上げたまま、うん、足をこらえろよって言って、こらえろよ、こっちを止めてやる、はい、そしたらクリップに引っ掛けるだけ引っ掛けてください。あ、引っ掛けるだけ引っ掛けましょう。あの、このロッドの方ですね。ロッドの方クリップに引っ掛けてください。あ、そうです。それを入れて、これを閉じる。ねえ、これを入れて、これを閉じる。そう。そうなんですか。剥がれにくくなる。あ、ここに、あ、はい、でもこれ閉めてからってことですよね。うん、閉めてから。閉めてから。で、これから服を切りますので、服を切ります。で、服の切り方はこうやって傷口にこうやって突っ込みたくなるんですけど、ここが痛いですね、刃物をこうやってやる、どうしてもこうやってやっちゃうので、絶対にここに刃物を持ってこない、はい、必ずこの縫い目の外側の縫い目、これ、はい、これに沿って切っていく、
して、はい、で自分が着てるおズボン切らないように気をつけながら、うん、ここまで切る、はい、たまにやる、うん、そう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 、たまにやる、そうそう、服飾復活しよう、ビジョビジョビジョ、洗浄だったら下のアンダーパンツ着ろうがなんだろう、関係なくて、いや、全部素っ裸にしちゃう、ここは関係ないんですけど、うん、まあ、まずね、先生、ポケットがポケットもそのまま、うん、行っちゃってください、はい、先生、重曹まで届きました、あ、もう少し、止血したらすぐ下、はい、はい、先生来ました、止血で切らない、はい、来てません、はい、大丈夫です、 OK ですね、はい、パンツも来てません、はい、先生、重曹が、そしたら実際はこんな感じ、ここはつらつらでやるの、必ず足の下に敷いてやる、はい、これの内側は綺麗なので、なるべくこの綺麗なズボンの上で、はい、はい、実際着るとこんな感じですよ、そういうことですね、ここの内側は、でさっきのあれをやるわけだ、はい、This is the valid one、うん、これをこういうふうに重ねて押し込む、はい、重ねて押し込む、重ねて押し込む、押し込む、重ねて、反対から出るまで、あ、はい、押し込む、そして次がこちらを同じようにコンタクト、しっかりとコンタクトさせる、コンタクトレイヤー。I'm sorry. This is real. It hurts. 本当だったらこれ気を失っちゃうほど痛いですよね。いや、あの怪我した後っていうのは、アドレナリン出てる。脳はあのパニック状態になってるんで、あんまり痛みを感じないんですね。本当ですか。だから怪我したすぐ後にやっちゃわないと、やらせてもらえないですよ、痛かった。だから何が起こったか分からないうちにやっちゃう。ああ、なるほど。ここまで。はい、ということで 3.75m 余裕で入りますね。さて、ここからが包帯の巻き方です。今までとやり方が違うのでよく見ておきましょう、はい、こう包帯を巻いたらまず1回このまま通す、でベースができたら初めてここで折り返す、そうすると動かないでしょう、これがね、でここに来たらまっすぐこう入れて、でくるくるっと巻いて、で最後はクローズドバーでクローズ、ここからね、はい、ここからあれをやる、あれをやるわけだというわけです。はい、でその後、この後止血帯 と、うん、止血、直接圧迫止血の合わせ技に入っていくので、とりあえずお昼にしましょうか、はい、はい、ここまで、うん、本当はこうするんですけど、うん、見えるようにやるときはこれを外に出すようにしまう、うん、でしょ、ですね、ですね、まああのその時に応じて、うん、実際にこれを引っ張っちゃうとこうなったり、そうそう、もしくは全部外しちゃったりするので、必ず止血帯は手に取ったら本体を持つっていう、うん、必ずあります、そういう癖をつける、絶対エンドがあるの、そうですね、こっちがあればこっちですし、こっちがあればこっちが、目隠しをしても必ずできること、まあ実際傷口なんか見にしたら見えてても、見えても見てないようなもんだから、ね、だから目隠しをしてできるようにならないと本物に、これラチェット式の止血帯、カチカチ、うん、そう、これあの救命はラチェット式だね、ラチェット式使ってる、あ、救命、うん、救急隊はでは、ここから先をやってください、はい、どうぞ、いいですよ、
はい、じゃあ行きましょう。はい、止血。はい、来ました、はい、止まっています。これ先生、こう向きが傷口はこっち側にね、こっちがこう、ここからこう入ったので、あ、こう入ってるから、はい、よしよしやろう。はいはい、だからとりあえず血の海でもありましたが、とりあえず止まっていることが分かる、うん、は前提でですね、はい、我慢するよ。はい、ちょっと本体だったらよいしょってなってるんでしょうかね。こっちですね。はい。一回通す。一回通して、ベース、そうそう、もう一回、そのまま。もう一回、そのまま、普通に。そう。次から折り返す。巻いて、そして次からきちんと。噛ませて、そう、いや、まだまだまだ引っ張んない、引っ張んない、そこで引っ張んない、ずれるから、そう、そのまま、もっと緩くていいです、もっと緩くて、もっとこのまま、うん、このまま折り返そうとしない、このまま転がすの、あ、なるほど、うん、折り返そうとしないで、このまま転がす、ひっくり返すとか、そんなに引っ張らない、そう、うん、本当に転がすだけ、はい、はい、そうします、右手でコントロールして、左手で引っ張る。筒を押し付けると切れちゃうんで、ああ、はい、布で止めさせる、うん、布で止めさせる、布の摩擦で止めさせる、ちょっとこの際出してるか、布の摩擦でまず止めた、はい、止まりました。これがずれるから、ずれるから、それを押さえながら布の摩擦で止める、そうそうそう、はい、そうそうそう、はい、同じように重ねて、でそこで力入れないで転がすだけ、そう、入れない、あ、入れなくて入れるとダメ、うん、そう、折り返しの意味がなくなってしまう、はいはい、そのまま行く、これも普通に転がす、これ転がすそこで日々押し付けなくていいんで、転がすだけで、転がすだけで、はいはい、はい、転がす、で、また右手で、いやいや、これ必ずずれるんで、指の間に、右手で持つ、右手で持つ、この間、そう、あ、で、布の摩擦で止めるの、ここに押さえつけようとしない、はい、これをコントロールしながら、これを引っ張れば閉まるんだ、ほら、はい、布の摩擦で止めようとする、はい、で、これは優しくかぶせる、そう、転がすだけで、はい、で、またしても指の間に通す。指の。そう。通して布で消えてしまってるから、この残りは脱水で優しく入ります。はい。はい、止まりました。うまくやると、ミッキーマウスの耳が出る。よし。
置がここですね。はい、ここですね。はい、そしたら、4分間待つ。はい、4分間こうやって押さえて待ってる。あ、待って、4分間待つの。はい、4分間。4分間待って4分経ちました。はい、そしたら、果たして止血帯でなければいけないかどうかっていうのをこれから確認する。So the bandage part is done, and you have to wait 4 minutes to confirm. なんて言うでしょうね。こう4分間は何を確認するための4分間。ダイレクトプレッシャー。Oh, the direct. Okay, give the direct pressure for 4 minutes.、うん、だから、okay. はい、やりました。Okay, so let's. はい。In order to stop bleeding.、うん、で、4分経ちました。Okay, after 4 minutes, this one.外しちゃう。ルーズ。そう。Just have to loosen ね。外しちゃダメ。緩めるだけ。そう、緩める。This has to be loosened. Please, do not take it out once, because it's too dangerous. Slowly. まず取りますよ。外して。こっちの手はもう取っちゃっていいんですかね。止血終わってるから。終わってるから。はい。で、It's turned three times. Turns three quarter.Three quarter. 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 A quarter. Yes, a quarter.、うん、yes. Then, 12 o'clock. 12 o'clock. 3 to 9. Okay, okay, this is 12 o'clock. So, 3 to 9. No bleeding. Okay, if it stops bleeding,、うん、it's okay to open. Next quarter. Hi, little by little. 90 degrees. 22.6. Hi. 22.6. No bleeding.、うん、no bleeding. Hi. Next. Okay. わかりました。Okay, he's not bleeding. Okay, another quarter. He started.そう。そう。戻せ戻せ戻せ。Okay. Okay. 止まったか確認しろ。Okay, I turned quarter back.Okay, sir, he stopped. Bleeding is controlled. Okay, はい、わかりました。The bleeding is controlled, at least. 血液は Fix the lock. Oh, yes, yes, I'll tell you. So I will lock it, and then he should be fine. とりあえず、止まるとこは止めました。ちょっとだけ。じゃあ、もう一本止血帯が必要だ。そうですか、先生、はい、ということで、はい、もう一本止血帯をかけましょう。はい、はい、ラチェットの方を、はい、じゃあラチェットをかけます。はい、よかった、担当さんが、はい、もう一本のラチェットをかけてやってください。はい、これ上、こちらです、ね、もうじゃあこうずっと開いている。丁寧に外してつけていいですよ。はい、はい、なるべく今度は汚したくないので、はい、この綺麗な服の中でやる、はい、ここにもう一本。So he needs another method to stop bleeding. で、今度は傷口の向きとターニケットを締める方向を一致させる。こっち傷口ですよね、はい、そしたら締める場所を同じにする。そしたらまた引き続き4分の1回転ずつ回して、本当にこれが出血しないか確認してください、はい、なるほど。で、出血しないと分かったら今度は上まで切ってしまって、これは完全にリムーブ、うん、タニケットもリムーブしてしまう、はい、ちょっと4分の1ずつですね、はい、トイレットの6大丈夫、大丈夫ですね、はい、はい、で、ラストタイムアフターヒアヒースタートブリーディング、見て、この次はね、血が出てきた。ああ、さっきはね、まあそれでね、うん、でも今ラチェットでしたから、しまった、うん、はい、なんか出てこない、ね、というストーリーだと思います。というストーリーです、はい、になるはずです。そうですね。で、それで、完全にこう2本で止める。
める止めた、はい、できつすぎてもないから大丈夫、大丈夫だと、ね、これ20分以内にできないとこの人痛くて痛くて、痛くてダメ、はい、そっちで死んでしまう、 そうで、このラジェットは比較的均等にいく縮まる、それが利点がある。だからこっちの方は意外とこのターニケットの締めているここだけが痛くなるかな、ここばっかしがギューって結構くるから、実はそのこっちのターニケットで完全に止血した状態でも血は止まるのと同時に神経を損傷しちゃう場合があるんだよ。ああ、あんまりやりすぎる、圧迫して、ね、そう、その状態、それも気になる。ああ、そうね、そう、後からなんか後遺症出てピリピリしたりしたら嫌だから、そうそうそう、もう神経まで、だからね、要は早く外したいわけなんですね、こっちはね、そういうこと、そうそうそう、それ早く外したいし、こっちしてあげる、でも止められなきゃいけないし、うん、そういうこと。で今ちょうどいい硬さ、うん、まあ、ラジェットでね、うん、そう、そしたら外してしまいます。はい、もう止まりました、この人、うん、ね、全部外して、これは外して、これは切っちゃう、で綺麗で全部切って、綺麗なところに走るようになります。この引き抜けの状態でして、まあ切ったかもしれません、はい、切っても、はい、はい、血みどろの動脈は取る、はい、はい、ではこれから次はカバーレイヤー、カバーレイヤー、カバーレイヤーに入っていきます。はい、はい、カバーレイヤーにするのに、はい、まず輸送副詞と、まずアプライザースプリント、ね、サムスプリント、はい、はい、お C カーブを作って、 C カーブを作って、そしたらロッコさんの方に立っていただいて、この辺、はい、今こっちは右足ですね、怪我してるのは、はい、右足に、ではポケットを入れて、ちょっと後ろに、はい、シカゴはもうちょっと緩やかでいいんで、はい、あの必ず、手足の場合は健康な方で肩を取る、肩を取る、はい、いいですね、モールディングをしてるので、はい、肩を取りました、はい、じゃあ、はい、モールディングしました、こっちに当てる、はい、はい、必ず傷口とターニケットは確認ができる状態、はい、でターニケットは操作が可能な状態に必ずしてからスプリンティングをする、うん、はい、カバレイヤー、もう一緒に巻いちゃえばいいんでしょ、いいですか、どうせ出血と関係ないから、はい、必ずアンカー作ってから、うん、必ずアンカー作って、はい、これを入れなくていいです、下下上、必ず端から中心側、端から中心側、はい、はいはい、端から中心側、いやいやいや、ここに巻、ま、こうこう巻、ここをこう巻きましょう、はいはい、あ、はい、はい、でまた真ん中と真ん中とですね、はい、はい、で次は上ですね、上というかその中心側ね、体の胴体側通って、で必ずターニケット扱えなきゃいけないので、ブリッジして反対側、ブリッジして、ね、ブリッジして反対側、こっちですね、うん、これはここで一回目ずっときですね、これで、いや、いいですよ、はい、いいですね、見えてきますね、見えてればいいです、はい、はい、腹仕事を固定してしまう、はい、さあターニケットかけてから20分しか痛みに耐えられないので、ここのところ急がなきゃいけない、はい、もしも足りなかった場合は、はい、こっちでさらに追加で巻くという、はい、そういうことですね、はい、でこれで1秒でも早く麻酔がかけられるところまですぐついていく、はいはいはい、はい、ということでカバーレイヤー、はい、カバーレイヤー、カバーレイヤー、はい、カバーでアンドオープンウィンドウね、アンドオープンウィンドウ、ここの部分でもですね、輸送福祉、輸送福祉ですね、うん、ということで止血、はい、OK ですね、止血です、OK ですね、はい、これで軍医のところに持っていけばいいってことですね、はい、自分たちで、そう、これは自分たち、あ、メディックスの関係も自分たちでやる、う、うん、結局メディックスまで行く状態までを今やる、あ、そう、ここまで行ったらメディックスが、まあ、待ってるくれてる、ラッキーだったら、ね、うう、ここまではセルフレスキューなんです、うん、あ、じゃあモノレでするか、そう、自分たちで、あの、うん、大体1招待10名だったら10名の中で全員のメイトにやってもらう、全員できなきゃいけない、セルフエイド、バディエイド、カポエイド、シビリアンエイドだけど最後のシーンでは、ね、市民に対する、うん、そこその場に巻き込まれた一般ピープルがいるので、はい、だからセルフエイド、バディエイド、
シビリアンエイトでサバカ。サバカ。はい。でもまずは自分ができないと話になりますね。そうですね。他の人を助けますね。はい。ここまでやってから運ばないと、結局骨がライフルで撃たれているので、動揺して出血しちゃうんですよ。だから必ずカバーエリアまでしないと、うん、これが折れてるので、ここをいくら不包帯で塞ごうが、こうなっていったら骨の中が出血しちゃうんです。なるほど。だからここもしっかりとフィックスしない限りは、決して運んではならない。はい、で、副詞がない場合は先ほどやったように、はいはい、健康な足に縛りつける、うん、あ、こういう最低でもそれくらいのことをして、で怪我した方を上にして縛りつける、うん、はい、そうすればほら動揺しないので、うん、そこまでやってから必ず運ぶ、はい、この状態で運んでしまうと死んでしまうので、うん、そうするとやっぱりセルフエイドバデーエイドの話になるわけだ、うん、じゃあ到着しました、はい、ターニケットを解除してください、はい、どうぞ。いいですか。はい、ですね。それで解除しなきゃいけないので、必ず帯は外側に。で、引き抜けの状態にしてください。はい、はい、OK です。OK です。じゃあ、ターニケット、新しい世界最新のターニケットを、また実習してみましょう。はい、はい、こちらです。はい。はい。はい、次は RS ターニケットです。RS ターニケットは何せめちゃくちゃ簡単です。うん、これ一番最新ですね。これはイギリスが作ったもので、今年の6月ユーロサトリで発売開始と相成りました。はいはい、新作ですね。世界最新の技術で。最新。Wow, this is the most updated. ちょっと待って、サイ先生。世界最新の、はい、ターニケット。ラピッド。はい。ラピッドストップターニケット。ラピッドストップターニケット。で、ラピッドストップターニケットの仕組みはこうです。はい。はい、持ってください。はい。しっかり待ってください、はい、カメラ側にこれを受けてください、はい、あ、こっちです、はい、では仕組みです、はい、これをこうかかってます、はい、引っ張ります、はい、内側の輪っかが先にはまります、うんうんうん、摩擦がかかってこのように。なるほど。お、あとは何もしなくても反発力で止まってくれるんで、はい、何もしなくていいです。なるほど。これで終わり。以上。なんという簡単なことでしょう、はい、引っ張れるとこまで引っ張れば自動的に3フィンガーになるので。なるほど。あとは何もしなくていいです、はい、じゃあやってみましょう。 So this is the most updated ratchet in the world. It's British made. Just has got available in the market just this year back in June. じゃあ簡単でこれをはめて引っ張るだけ。はい、どうぞ。はい、自分でセルフエイドできるなって。いや、なかなかね、大したもんだ。痛いよ先生、これ。はぁ、これ違う。違う、全然。グレー。グレーの方。そう。先生。はめるだけ、はめるだけ。ここにはめる、先生。あと引っ張るだけ。ここ、プー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 、はい、先生いないからね、今、ま、この状態ではいないからね。そう、引っ張るね、こっちに引っ張るだけ。いやいや、体に沿って、体に沿って、アラウンドザ、アラウンドザリム、はい、あー、オッケー、オッケー、アハーフ、よし、あとはラチェットを巻くだけ。え、これぐるぐる巻くだけですか。いやいや、もういい、それ止まってる、止まってる。え、3回ぐらいやってみましょう。いて、いたよね。はい。です。と、はい、いうことです。はい。では解除しますよ。はい。はい。で外す。Okay, let's release. はい。ここを外して、両方外さないところで外れなかったのに、パズルロックって言って。はい。両方外せた。はい。ですか？はい。これ上から見ると、ここをこうするとここが動くのがわかりますね。こう。こう。そして次こっち側のラチェットのこっち側持ち上げると解除されるので、だからこれどうぞやってみてください。先生また閉めた。はい。まず一番これを持ち上げる、これを持ち上げる。ここを確認して動きますでしょ。動きますね。はい。そしたら今度こっち側。これ。うん。この内側のこのレバー、これをこれそうそうそう。その内側これ、うん。はい。それを持ち上げる。これを持ち上げる。うん。両手でこう、そうそう外れた。うん、
あの痛いからって外せる、外したがるんで、うん、死んじまいますから、うん、あの血っていうのは外で外れるのになってる、うん、あの難しく作ってあのナルロックっていう状態になってとも外れてますよ、はい、これじゃ緩くならない、あこれじゃ緩くならない、うん、これを外す、はい、フックを外す、ひょうたんを返す、簡単に外れて持っちゃ困るからな、あそれはいい、はい、はい、はい、OK です、じゃあちょっと自分やってみよう、あそう簡単ですね、そしたら団蔵さんが片手でやってみましょう、はい、左手を使ってもなりません、わかりました、いや片手でもね、本当にできるので大丈夫ですよ、うん、問題なくて、さすがイギリス人やることが違う、はい、はい、はい、ではこっから出血して、出血るよ、いや大変だ、結構出てます、そしたら左の手をそうふうに見えないようにしてください、うん、では、この状態からちゃんとできます、こっち側フックでいいですか、ですね、まあ、やりやすいやりやすいようにするんですよ、うん、先にそっち通してもいいです、先にそっち通しちゃってで乗っける、こっちを乗っける、はい、乗っけたらそっちを引っ張る、そっちをかける、グレーのやつを引っ掛ければいいです。あとはその輪っかを引けば、輪っかはい、そうですそうです。もう引くだけですね。で、はめる必要もないですよ。勝手にはまってくれるんで。なるほど。はい。これロックされてますね。ロックされる。勝手にロックされる。はい。はい。はい、あとはラチェットかけるだけ。はい、そんだけです。はい。なんと簡単なんだろう。しかも RMS よりも RMT よりも安いという。なるほど。素敵な。今ロック解除したから、あと両手でやっていいですよ、はい、強くカチンとはまってるんですね、はい、そうですね、はい、はい、ということですね、 RS、まあ、RS タイムゲットでした、 It's simple RS、 なんかプルハールとか使うくらいあるかも、これでワンタッチ、カチンカチン、あ、はいね、ね、これロック解除、ロック and then take off the ロック done、ね、簡単です、簡単ですね、ね、これが痛みの中でできるか、痛いよ、でもきっとカジバリクソ力でやるんでしょうね、あれもう忘れてます、でも足飛ばされた人がすぐ近くの人呼んで、うん、あの止血帯かけさせたっていうのがありましたからね、うん、しかもあのかける方が動揺してるんで、うん、飛んだ足は俺の足だってお前の足じゃないって押し付けさせた、落ち着かせたそうです、なるほどね、だからそれくらい気になるほどですね、お前じゃない、俺がお前じゃない、俺の足が飛んでるんだとね、なんか冷静にね、あのね救護者にはちゃんと落ち着くようにと、うん、そう、落ち着く、はい、そういう人もいるからね、解除、これは解除作業を収納書だけロビットさんの分だけでいい、いや、あの同じものでバンさんはね、今度このタックメのコースあ、ですよね、違う、うん、いいやつですね、